羽隠し、羽隠しとは、高注目羽隠し状か羽隠しかに属する昆虫の総称である。前種が小さく、ここに大きな甲子を細かく折りたたんで隠しているように見えるものが、異ことからこの名がついた。原始的なものを除くと、前種、小種が短いものが多い。体長は小さいもので1ミリメートル未満、大きなもので数センチメートルほどの大きさがある。種数。 生態ともに極めて多様性の高いグループである。しかしその割には、従来より研究者が少なく、膨大な未発見種、未記採種を抱えている。また、分類学的研究の遅れから、他の生物学的研究が遅れており、生態学や動物行動学などに関係した興味深い現象の発見も大いに期待できると見られている。日本では1990年代後半になってから、 これを専門に扱う研究会である羽隠し、談話会を中心に研究が活発化してきており、若手の専門研究者も少しずつ増え、多くの新発見がなされつつある。大部分の種で植え羽根、少子が非常に小さく、講師はその下に小さく巧みに折りたたまれているため、腹部の大部分が露出しており、一見すると短羽根型のハサミムシやアリのような羽根のない昆虫に得る。 しかし実際には、ほとんどの種類が、機能的な講師を持っていて、必要に応じて、それを伸ばしよく飛翔する。着地後は再び講師を畳み隠し、元の羽のないかのような姿に戻る。これが、羽隠しと呼ばれるゆえんである。前述のように非常に種類が多いことで有名で、一科に含まれる種数の多さでは、動物界全体から見て、ゾウムシカに次ぐと言われている。 世界には数千族に属する5万8千種以上が知られているが、実際には10万種以上あるとも言われ、日本国内だけでも数百種の未記載種がいる、可能性が高い。歴史も古く、約2億年前の中世代三畳期の化石が知られている。非常に大きなグループであるため形態も様々で、中には腹部が上羽で完全に覆われて一見ゴミ虫類に似た。 物や丸みがかった体型の種などもあるが、大部分は多少なりとも細長く、腹部の大半が露出した姿をしている。大きさも多様で、体長1ミリメートル未満のものから35ミリメートル以上の大型種まであるが、2ミリメートルから8ミリメートル程度のものが大部分を占めている。体色は黒っぽいものが多く、派手な反紋や色彩を有するものは多くはないが、 部分的あるいは全体に、赤褐色や黄色などの色彩を有するものがしばしば、あり、時には、上羽などに、青緑色の金属光沢を持つものや、金色に輝く炎毛の密集部を持つものもある。触角は、通常十一節で、糸状、各節が、幅長さで、全体にほぼ同じ太さの触角を有や、樹状であるが、属によっては明瞭な梢 触覚線端数節が太くなる状態を形成し、特にアリーズカムシアカでは、不死が融合したり、特殊な形に変化しているものも多い。多くの種は、飛翔を活発に行い、飛翔時には体を立てて飛ぶ。飛翔速度は遅い。また、大きな光子に対して、それを収納する前子、小子が小さいので、露出した腹部などをくねらせるなど、 独特の収納方法を行う。生息環境も多様で、草原や森林、あるいは湿地など高虫目の生息する環境のほとんどに本家のものも生息し、砂浜や磯といった海岸の高潮帯に住むものも少なくない。ただし、少なくとも日本産では、ガムシやゲンゴロウのように完全に水中を生活圏とする種はまだ知られていない。しかし、 背筋羽ね隠し赤の川辺羽ね隠し族、ブレデュウスには、大津の羽隠しに代表されるように、満潮時には水没する海岸の遠征湿地に生活する者がいる。これらは、満潮で水没している時には泥に深く掘った水の侵入しない巣穴の中に潜み、干潮時に巣穴を出て、周囲の泥の表面の微細な藻類など微生物を接触する。 川辺羽隠し族には川や池といった淡水の水辺に巣穴を掘る種も多く、やはり水位の変動に適応していると考えられる。海岸には他にも岩礁海岸や天石海岸で満潮時に石や岩の隙間に潜んで生活する羽隠しが様々な族にまたがって知られている。また、メダカ羽隠し赤には水際生活者が多く、しばしば水面に浮かんで微短から、 海面活性剤を分泌し、体の前後の表面張力の差を利用して滑るように、水面を移動するものがあることが知られている。したがって、水際性の水性カメムシ類程度には、水性昆虫として生活しているものもいると見ることができる。微生息環境としては、石の下や落葉層内で多く見られるように、地表周辺や土壌で生活するものが最も多い。 また、アリや白アリの巣に生息するコウアリ性や、コウシロアリ性の種も多数知られている。植生も非常に多様である。赤によってその傾向は異なるが、多くの種は昆虫その他の無脊椎動物を捕食する肉食性である。また、植物以外を食べるものや、粉食、ソウル衣食、背筋羽ね隠し赤など、菌類衣食、オオキバ跳ね隠し赤。 シリボソハネカクシアカなどの種類も少なくない。このような多様な植生から本家の昆虫は高等植物の生態組織以外はほとんど何でも食べるとも言われる。なお、雑食性の著しいアオバーリ型ハネカクシでは肉食を基調にするもののトマトやキュウリの果肉のみを与えて幼虫を成虫にまで育てた報告もあり、積極的な食食性昆虫ではないとはいえ、 高等植物の生態組織すら食べるとも言える。特徴的な捕食行動を持つものとしては、糞や動物死体の上で待機し、飛来したハエに貧速に半妙のように飛びかかって、捕食するサビハネ隠しや、ヤゴのように後気を素早く突出させて、飛び虫などを捕らえるメダカハネ隠しカが挙げられる。哺乳類の体につくものもあり、 これらの大部分はそこに生息するのみなどの寄生虫を捕食するでむしろ有益であるが特殊な例では哺乳類の皮膚組織をかじり取って生活する種類もごくわずかながら知られているいくつかのグループでは成虫の子育て行動が報告されている大き羽羽隠し赤の羽隠しのメスは月夜竹のような軟質のキノコの内部を掘って部屋を作りこの中に散乱し キノコの内部を食べて育つ幼虫を保護する。ベ辺羽カ隠し族の海岸性の種では、メス生虫が巣穴の内部を拡張して内壁に散乱。さらに巣穴の内部に周囲の泥の表面から採取し、微細層類をフレーク状にして蓄え、幼虫の餌とすることが、ヨーロッパ産のブレディウススペクタービリスの研究で知られている。この行動は、満潮時に、 海水の侵入を防ぐだけの巣穴を掘るには、まだ小さすぎる弱霊幼虫を保護する行動だと考えられており、幼虫は巣穴の中で母親に与えられた藻類を食べてある。程度成長すると、母親の巣穴から出て、自らの巣穴を掘って自立する。また、巣穴からメスを除くことによって、幼虫の死亡率が、カビの感染やゴミ虫の捕食によって上昇することも確認されており、 これらの外敵から幼虫を守る行動をとっているとも考えられている。日本でもこの首都近辺で形態や生息場所が告示した大津の羽隠しがこうした行動をとっている可能性は極めて高く研究が待たれる。なお子育てに関して復帰するとシデムシカのモンシデムシ族は子育て行動が高度に発達していることで知られているが このシデムシカもハネカクシ化に属している。大多数の種はほとんど人間生活や経済活動との直接の関わりを持たず、市街地にも生息するにも関かかわらず、小柄であるため、人々も普段は気がつくことも少ない。しかしハネカクシの専門家以外にもよく知られたものに、体液に毒素を有するアオバーリー型ハネカクシ、ピーダースフセピスクルティスがある。 水田地帯など湿潤な部屋に多い昆虫で人家にも10に誘引されてよく飛来するが分泌した体液が首筋や太もものような皮膚の角質の薄い箇所に付着するとかぶれて洗浄皮膚炎を引き起こす。体液がついてから発症するまでに多少の時間がかかるため患者はその原因が自分の肌から少し前に払い落とした。 小昆虫の体液にあることに気がつきにくく、突然生じる耳ずばれに等惑することになる。そのため地方によっては、家屋内を徘徊するヤモリの尿が付着したためとする俗心を生み、これを俗にヤモリのションベンとも呼ぶ。青バーリン型羽根隠しの毒成分は、ペデリン、ペデリンといい、前後性も行われている。また先に紹介した大津の羽根隠しは、 かつて入浜式の塩田が盛んだった時代には、塩田に高密度で生息して、巣穴を掘り、粘土床から掘り出した泥を表面に敷いた砂に、撒き散らして汚染した粘土床から海水が漏れやすくするなどして、塩田害虫として嫌われた。しかし、今日では、各地で絶滅が危惧されている。また、自然環境がよく保全された海岸の遠征湿地にしか見られず、 よく保全された自然環境の指標種として扱われている。なお、他の昆虫などを捕食する種、例えば肌荷の卵を捕食する羽隠しなどに関しては、害虫に対する生物的防除に活用しようとする試みもあるが、必ずしも有効な結果は得られていないという。本家は基地種だけでも世界で5万8000種、2013年時点という膨大さを誇り、 約三十七万種が知られるカブトムシメの約ントを本家の種が占める。巨大な分類群のため分類法は研究者によっても異なり、本家を十家程度に分けるべきだとする考え方もある。しかし一般的には一家として四群に分け、これをさらに三十赤、約1約百族、約三千二百族に分けるのが普通である。このうち日本では二十赤が知られ、 下のリストの内輪名を付した赤がそれに当たる。また、苔虫化を本家に含む赤、苔虫赤として扱うこともある。日本産の種数は2013年時点で2290種が知られる苔虫赤の種を含む。なお、ニセマ巻虫赤やアリズカ虫赤、デオキノコ虫赤など数赤は従来は独立のトガとして扱われてきた。そのため、 それらの赤を音ガとして扱っている図鑑等もあるが、分岐分類学的には、それらを除いた、旧羽根隠し化の概念は、側系等群となる。しかしこの分類法も確定したとは言えず、研究の進編や新たな分類群の発見などで、将来的には変更される可能性も大きいある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。